はい、こんばんは、じゅんいちです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日はタイトルにあります OTL アンプについて、どんなものかっていう話をちょっとしてみたいなと思います。で、動画の構成になるんですけども、また最初の方でちょっとその OTL っていう話を、させていただいて、後半は、ここにですね、ラジオ技術さんから出版しました OTL アンプの設計制作っていう、竹末和真さんっていう方が書かれた本があるんですけども、ここに載ってる回路図を見ながら、まあ、代表的な OTL アンプの、回路をですね一緒に見ていきたいなというふうに考えてます。ではですね、まあ、早速なんですけども OTL アンプ、どんなものかっていうのを、話してみたいなと思います。ただですね、ちょっと話する前に、この本をですね、まあ、ちょっと今日この話をするので、久しぶりに見ていたら、非常に面白いことが書いてあったので、ちょっとですね、読んでみたいなと思います。それはですね、実はこれ、かなり厚い本になるんですけども、ここの序論ですね、最初の書き出しのところに、こんなことが書いてあります。OTL システムは Hi-Fi 再生にとって、まあ、現在といってもですね、かなり、昔ですね、これ本が出されたのは、昭和31年ですね、もしかしたら、まあ、見ていただいている方でも、生まれる前なのかもしれないですけども、まあ、その昭和31年の、現在、最も優れた方式の一つだと考えられていますと。まあ、すごいですね。OTL っていうのは、その、真空管アンプの、前世の時代に、最も優れた方式じゃないかっていうことで、書かれてるんです。でもね、その後に面白いこと書いてあるんです。しかし、この方法を全ての再生装置に取り入れることには、まだ多くの困難が横たわっていることも事実です。つまりですね、何を言ってるかっていうと、OTL アンプのその性能ですとか音っていうものは素晴らしいんですけども、誰も彼もがすぐに楽しめる状態ではないと。まだ技術的に開発途中ですよっていうことを、まあ、その最初の部分で書かれてるんですね。で、まあ、ただ、まあ、それがですね、どういうことが、問題かっていうことを、ちょっと簡単に、非常に簡単に話をしていきたいなというふうに思います。ではですね、まず、いきなり OTL アンプって、久保田ですけども、言ったんだけど、OTL アンプってそもそも何なのよって話ですね。で、OTL アンプっていうのは、真空管アンプって今まで説明してきたときに、必ず、まあ、ちょっと見えるかわかんないですけども、アウトプットトランス使ってました。で、ここに、私がこれ学生の時に作った OTL アンプなんですけども置いてあるんですけど、 OTL アンプではトランスがないんです。アウトプットトランスを使わずにスピーカーを鳴らそうっていうのが OTL アンプなんですね。で、今まで動画見ていただいている方だと、わかるかと思うんですけども、なんでトランスを使わないといけないかっていうと、真空管の、まあ、出力のインピーダンスとスピーカーのインピーダンスがミスマッチしてるんですね。例えば、有名な 300B とかっていうと、出力インピーダンスは 3.5 キロオームぐらいが必要なんですね。だけど、皆さんがお使いのスピーカーって6オームとか8オームとか、場合によっては4オームってなりますよね。そうすると、真空管だけではスピーカーが動かせない。そこを整合させるためにアウトプットトランスを使ってたんです。でも、OTL アンプだと、その、出力トランスを使う必要がないんですね。つまり、そのインピーダンスがミスマッチするところを、まあ、なんとかして、マッチングさせちゃおうっていうのが OTL アンプの、ところなんです。で、まあ、一番簡単な方法っていうのは、まあ、真空管の、これはまあ一つの電気の話になるんですけども、1本でスピーカーを動かそうと思うと、そのインピーダンスが高くてうまく動かないと。
じゃあそのインピーダンスを合わせるのにどうしたらいいかっていうと、真空管を単純に考えると真空管の数をどん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 増やしていけばいいんですね。先ほど、300B の話をしたんですけど、 300B だと 3.5 キロっていうことは2本あると1本あたり 1.7 キロで済むんですね。1本あたりは変わらないんですけども、トータルした時に 1.75 キロでいいようになると。つまり10本ブワーって例えば並べていくと 3.5 キロだったのが350オームまで下げれますよっていうことですね。だからそういうふうにするといつかスピーカーのインピーダンスに近づいていくという話が、あります。ただですね、だからその内部抵抗が低い、インピーダンスが低い真空管を使うっていうアイデアもあるわけですね。でここに置いてあるこれは 12B4 っていう、レギュレーター用の真空管が使われてるんですけども、これは、まあ、その今話してる 300B なんかよりも、多分ちょっと低いぐらいかな、ちょっと小型なんでそんなには低くないと思うんですけども、低くすることができる真空管っていうものがあります。はい、ですね、真空管のタイプでいうとレギュレーター管って言われるものですね。あとは、テレビで使われる水平出力管とか、っていうものが、こううまく使うと内部抵抗が下げられる真空管になるんですけども、その2つをこういう、パラレルにするっていう考え方を持ってインピーダンスを下げましょう、下げてスピーカーを直接鳴らしちゃおうっていうのが、一つの方法としてあります。で、今までの説明ではどうしたらこのインピーダンスを下げられるかっていうことで、何本も何本も並列につないでいって動かしてあげるといいですよというしていくことで下げることができるっていう話を一つしました。でもう一つの話っていうのは、そのプッシュプルっていう話を他でも、アンプの回路形式で話をしたことがありますけれども、それと同じようにシングルエンディットプッシュプルっていう、動作方法があります。で詳しい動作方法とかは、ちょっとですね、それを話すと多分それだけでまた30分ぐらいの時間が必要なので、ここでは割愛しますけども、その回路方式を使うとまた、結局、出力管から見た、インピーダンスが倍になるようなイメージですね。つまり、半分になる。並列にするのと同じ効果が得られるわけですね。つまり4本の真空管を使うと、例えばそのシングルエンディットプッシュプルのが1個あって、もう1個並列にしてあげると、つまりこう4分の1までできるっていうことですね。そういう形で、たまに真空管に対してのスピーカーのインピーダンスを避けていくっていう技術が、生まれてきました。でそういうものを応用して、生まれたのが、OTL アンプになります。で、じゃあトランスがないと何がメリットなんだって、別に軽くなるとかねいうのはもちろん あるんですけども、何よりもトランスを使うっていうことは、これインダクタンスっていう、インダクタンスってコイルですね。トランスってコイルとコイルがあって動くものなんですけども、その、インダクタンスの成分が、なくなるわけですね。真空管から見た時の負荷に L 成分が入ってくるので、どうしても低域が、すごくね高価なトランスだとないのかもしれないんですけども、一般的にはやっぱり低域に癖が出ると思うんですよ。濁りみたいなのがね生まれます。ただそれは聞き方によっては気持ちいい形も、考えられますし、あまりうまくできてないトランスの場合はそれがネガティブな感想になってしまうこともあるんですけども、 OTL アンプを使うとその L 成分が、結局負荷からなくなってくるので、非常にですね、トランス付きのアンプと比べると低域のクリア感っていうのがもう本当に違います。で、OTL アンプは基本的にフィードバックをすごくかけてる回路が多いんですね。で、この回路の中に L 成分、出力トランスのリアクタンス、インダクタンスの成分がなくなってくるので、フィードバックかけやすくなるんですね。深い、
フィードバックをかけても動作が安定している状態になるので非常にかけやすいっていうことがあります。ただ配線とかが下手あまり上手にできていないと広域発信を拾ったりとかっていう、危険なところもあるんですけども、非常に回路的には安定して使えるのでフィードバックも深くかけられる。つまり高帯域であって L 成分がないっていうことで非常にその真空管の良さを、なんていうんですかね、フル活用できるような、回路構成が、まあ、OTL の魅力になるのかなと思います。で残念ながらこれはもう今動かせないんですけど、まあこれ作ったのでこうやって壊さずに今置いてあります。でこのランプを作ったのはもともとフッターマンっていう、まあ後でちょっとこの辺に載ってますので回路図で紹介しますけども、フッターマンっていう、アンプがあって、そのアンプを知人のところで聞いたんですね。で非常にね、なんて言うんですかね、初めて真空管アンプを聞いた時にすごくスピード感のある音だな、それから音に説得力のある音だなっていうのを感じたんですけど、それでありながら高帯域になるようなイメージですねっていうのが、その、まあ、私がパッと聞いた時の感想だったんです。でこれをやっぱり作った時もその今までやっぱり作ってきた真空管アンプとはちょっと違う高帯域な感じと、スピード感、そのスピード感が全帯域にわたって広がっていくんですね。まあ私自分で作って聞いてるので変な風にこの感想を言うと聞かれるかもしれないんですけど、スピード感のある部分とスピード感がちょっとない部分とっていうのが真空管アンプにあるような気がするんですね。でそれが逆に聞きやすさだったり音楽の良さを引き出している原因のように感じるところもあるんですけども、 OTL アンプを聞くとそれが全帯域にスピード感がドーンとあるようなイメージですね。でだからちょっと技術的なテクノロジーの好きな人の聞き方にはなってしまうんですけど、例えば太鼓のドーンと音が入った時に歪まずにその何て言うんですかね、太鼓の膜がこう動いているようなイメージ、まあ、あとは聞いてはいないんですけども、例えば太鼓ではないです、ごめんなさい、花火のポンって上がる音とかをですね、オーディオで聞く再生されるのが好きな方とかいると思うんですけども、ああいうものがね非常に綺麗に出るんじゃないかなっていうのがOTL アンプに感じた感想です。で、まあ、そういうようにですね、ちょっとまたこっちとも違う、世界観のある、アンプ、になってくるのが一応 OTLというものになります。で現在、日本だとマクトンさんとか以前は非常に販売されてたんですけども、今はですねあまり取り扱っている会社がないのかなと思います。で先日2019年の10月の真空管オーディオフェアではスウェーデンのメーカーさんが OTL アンプ 6C33C の OTL アンプを持ってきて鳴らされていました。やっぱり聞かせていただいた時の感想は昔そのこのアンプを作ったもう本当に20年近く前ですけどもの感想にすごい近いものがありました。でやっぱりねその音を聞くとなんかその20年前になんかいろんなぶっちゃけたことをやってた過去を思い出すような音の感じだったんですごい面白かったんですけども、まあそういうようなアンプが OTL アンプです。ですからもしですね、なんかお店とか行って展示してあるのを見られたりしたら、ぜひ一度ですね、聞いてみられるといいと思います。あ、こういう音楽表現っていうかですね、の音楽表現とか、音楽への接し方のできるオーディオ機器もあるんだなっていうことを、また感じていただけるんじゃないかなと思います。だから、アンプを選ぶときの選択肢として、この OTL っていうのもちょっと、まあ、今まで聞いているのと違うので癖と感じる方もあるかもしれないですけども、もうこれじゃないとダメだっていう人もいるぐらいの、熱いアンプですので、まあ、ぜひですね機会があれば一度聞いてみられると面白いと思います。では、次は後編の、まあ、回路のですね話、まあ、有名な回路の話をちょっと一緒に、勉強してみたいと思います。はい、後半は、まあ、こちらの OTL アンプ設計と製作、竹瀬
和真先生が書かれている、ラジオ技術からですね出版されているこちらの本を、載っています、回路を一緒に見ていきたいと思います。で、この本は、まだ購入、今も購入することができますので、ちょっとリンクを貼って、動画の概要の方にコメントを貼っておきます。興味がありましたら、そちらからまた、購入していただければですね、よろしいかと思います。内容は非常に、本格的な内容になっているかと、思いますので、じっくり勉強してみたいという方には最適な本ではないかと思います。まあ、OTL アンプって、どういうもので、回路の特徴はどうだっていうことがこうずっとこれだけ書いてあります。で、後半の方は、どちらかというと、まあ、アンプ、実際のこういうアンプの話があって。制作記事というよりも、アンプ自体の解説記事というような形になってます。かなり、OTL アンプに限らず真空管アンプの、自作をするにあたって必要なことっていうのが非常にたくさん書かれている本ではあると思います。ではちょっと本題の方に、戻りたいと思います。ちょっとね見えづらいかもしれないですけども、ちょっとご了承ください。まず最初に、書いてあるのは、高城氏の、シングル OTL アンプ。今回の、最初の話のところに出てきた、出力管をですね、どんどん並列にしていって、インピーダンスを下げましょうという回路です。で、ずっとお話をしている、ここの出力段のところを見ていただくと分かるんですけども、出力トランスが使われていないっていうことがわかると思います。これは 6AS7 とか 6080 っていう真空管を8本パラレルにして、使うという回路例です。で、ここの、全部ちょっと記事はあまり詳しく、お見せするのはですね、いろいろ著作の関係がありますのでよろしくないので、この辺はちょっとあまり手で申し訳ないですけど隠していますけども、回路を見ていただくと非常に普通の 6SJ7 のプレートフォロワーの回路があって 6SN7 のドライバーの回路があって出力段という形です。そしてぐるっと NFB をかけて動作を安定させているという回路になっています。で、記事を読むとこれはヤマハのホールにもですね収められたアンプですっていうことが書かれています。非常にシンプルで安定した回路であったということが書かれています。ただ物量に対して出力があまり取れないというですね、デメリットもある回路であるということが書かれています。それから、いろいろですね、ピーターさんの SEPP アンプですとか、クロスシャント OTL、というものも書かれています。で、ちょっと話しするのは、私の、お気に入りのところですね、を説明、話したいなと思います、次は。次はこちらの、ジュリアス・フッターマンの、RL とこれ、労働の略ですかね。ちょっと何の略か分かってないんですけども、OTL アンプという記事を、アンプを説明したいと思います。実は私はこれを真似して、アンプを作ったんですけども、実は私が失敗したのは、ここのドライバー段の電圧が低かったのと、出力段、ここは電圧取ってたんですけども、このドライバー段の電圧が低かったために、結局パワーが思うように取れなくて、ちょっと音楽を十分な音量で楽しむには、パワー不足なアンプとなってしまいました。で、これを、説明すると、これは 6AU6 という5極のドライバー段を使って 6S4 という3極管を使って PK 分割をしています。そして出力段は 12B4 っていうこれは MT 管になるんですけども MT 管の頭を使って SEPP の回路が組まれています。でこれは仮想度側に打ち消し回路を介している。仮想度側じゃないですね。なんで来るの。
まあ、このアンプの場合は、まあ、SE、先ほどのアンプと違って SEPP の回路を使ってますので、打ち消し回路が必要となってます。で、打ち消し回路、ここですね、見ていただくと 6S4 の仮想度に打ち消し回路を戻してます。で、さらにその一部分が 6AU6 の仮想度にも返って、フィードバックとなっています。で、ここの記事をよく読むと、入力電圧が最大で6V ないと最大出力の 10W が取れないっていう書き方してますので、まあ、通常のプリアンプはですね、2V の出力ですから、このアンプの場合は、まあ、前段アンプ、かなりドライブ能力の高い前段アンプを置かないと十分なパワーが取れないというようなですね、まあ、アンプにはなっています。まあ、ただ、私はこれを作ったことがあるんですけども、そんなに難しい配線ではなかったなという感じはします。それとして、またちょっとそのフッターマンの回路、第2弾になるんですけども、この H3 型ステレオの OTL アンプっていうものがあります。これはね、結構ヤフーオークションなんかで年に数台取引されます。まあ、もしかしたら1台2台のアンプがあっち行ってこっち行ってしてるのかもしれないんですけども、結構取引量がある、アンプです。で、こちらも 6EJ7、それから 6SF5 の PK 分割の回路を使って、 6HB5 というですね、5極管の、水平出力管を使って OTL の動作としてます。で、この右側はもうこれ全部低電圧回路になっているので、まあ、この筆者竹瀬先生が書くには、まあ、ここまでしなくても安定した動作はできるようなアンプじゃないかっていうことは書き方をしてますね。まあ、このフッターマンさんっていう方はもしかしたらすごい技術者で凝ったことをしたかったのかもしれないなっていうのはちょっと、私の個人的な感想ではあります。まあ、この回路の場合はですね、はい、フッターマンの回路の場合も、こちらの H3 型の場合は、出力電圧を、ドライバーのプレートに返して、吹き管をかけ、吹き管じゃないです、打ち消し回路を、作っているような回路になっています。それからですね、まあ、これパナソニック、松下電器が作った20A 型ステレオ OTL アンプっていうものもありました。これは 50HP26 という水平出力管を1本、2本、3本、4本、5本、5パラレル SEPP にして、最大出力がこれだと何ワットですかね、これはね。この回路は正直あまり、最大出力は書いてないんですけども、かなりパワーの取れるアンプと、なっています。まだですね、結構市場に流通している OTL アンプとしては、ラックスの MQ サブ6、36って言ってるんですかね。みんなサブ6って言ってるような気もするんですけども、っていうアンプもあります。で、これは今、さっきまで話したフッターマンの回路方式とは違って、電圧管、5極管の出力管があって、こちらがドライバー弾ですね。で、ですから、打ち消し回路も、まあ、ここからこうやって戻してますけど、上の段にね、打ち消し回路書いてるのがわかるんですけども、まあ、打ち消し回路の作り方も全然違うという形になっています。これはまだ、オークションなんかで結構取引されているアンプです。そんなに多分、特別まだ古いという感じではないと思うんですけども、まあ、こういったものも、あります。一応ですね、まあこんなかこういう形で、まあもう少しこれを見てみますかね。例えばこう写真なんか載ってるんですけど、ほらですね、これ電源トランスで、チョークコイルですかね、なかなか載ってるような形で、あ、ごめんなさい、こちらは電源トランスですね。で、ここに多分整流回路がこの蓋の下中に入っているんだと思います。まあ、こういうような、回路がいろいろ載った、本になっています。まあ、見ての通りですね、これだけボリューミーな本ですので、まあ、正直ですね、詳し
結構電気が詳しくないと理解が難しい可能性はあるかと思います。簡単に、買って初心者で作れるっていうものでは残念ながらありませんので、まずは、トランス付きのアンプなどを作ってみて、もう少し興味があったら次のステップとしてやってみるのが面白いんではないかなと思います。また、キットなんかもですね、販売されているのがありますので、サンバレーさんとかで取り扱いされてましたので、そういったものを探して、作ってみるっていうのも、一つの方法ではないかと思います。今日の、これで、OTL アンプの、お話はですね、以上になります。また、よかったらこういう本もですね、コメントの方は入ってますので、動画の案内の方に入ってますので、もしよろしければ、ご覧いただいて、ご購入してですね、ちょっとこの業界今だいぶ寂しくなってきちゃってますので、みんなでね、盛り上げていければ、またいろんなものが逆に出てきて、楽しい業界になってくるんじゃないかなと考えてます。どうも、長い間動画をご覧いただきありがとうございます。それではまたよろしくお願いいたします。